王のポポです。今回第3回目の実践をさせていただきますホールさんは、福島県伊達市にあるマルハン伊達店さんでございます。前回の結果が 17,220 発だったので、それを超えられるように頑張ります。漁港、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ここがいいですよね。じゃあ本日ガロの角台頑張りたいと思います。それではガロ月光の旅人を追っていきます。こちらのホールさん、前日最終回転数がわからないんですけれども、それよりも早い回転数で当てる、U タイムに行く前に当てる、そして一撃出玉数を前回の私より超えるを目標にしてやっていきたいと思います。まあまだ当たらないと思うので、前回やった質問コーナーをお答えしていきたいと思います。何気に幸せを感じる瞬間はという質問。ちょっと高い入浴剤使った時とか貧乏症なんでバブも買わないし、なんだろう、大容量に入ってるこの缶の入浴剤みたいなのをめっちゃ少しずつ使っていくタイプなんで、もう色変わるか変わらないかみたいな。だけどラッシュとかの入浴剤使った時とか、なんかすごい幸せ感じますね。それぐらいかな。319のパチンコで単発しか引けないのでどうしましょう。はい、回答はただ一つ、愛です。愛があれば当たるし、愛が当てるあればラッシュも入る。今日それを見せます、いかに愛が大事か。じゃ あ次の質問っていうか、質問じゃないんですけど、ガロ保留の入賞時のモノマネどんなんだったっけな。なんかもうガロ保留来た時ってほぼ記憶ないから、パルーンみたいな、あれそんなんじゃなかったっけ。そっちよりイヤーっていう方で全部持ってかれちゃうから覚えてないんだよね。じゃあ今日それを見せます。ガロ保留のモノマネじゃなくて見せればいい。じゃあこれ次の質問いきます。ゲンさんの魅力って何ですかね、出玉ですかねっていう質問なんですけど、いやゲンさんの魅力ってそのもちろん出るスピードがめちゃくちゃ速いっていうのもあるし、あと高継続 60% でラッシュに入って 93% の継続率、 93% の継続ってえげつないですよ。だって 7% でしか終わる確率がない、まあ、もっとその詳しいこと言ったら、そんななんかもっと詳しいことああだこうだみたいな感じで言ったらちょっとあれだけど、あと私通常時とかもすごい当たる当たらないっていうの結構はっきりしてて分かりやすいなと思います。その信頼度とか、なんか法則とか知れば知るほど面白くなっていきます。ぜひ打ってみてください。あーガロ様の魅力はやっぱとにかく当たってからのスピードが速い。1回の大当たりが1500発で、次続けば終わるにしろ1500発出るわけじゃないですか。だからそこも魅力だし、やっぱなんといっても音、映像、演出全て面白いです。神、もう神、頭パッパラパーになる。であと何ってこのスペックに対して U タイムがついてるって最強だと思うんですよ。だって当たらなくても950回転回せばラッシュに入るんですよ。で約2000発は必ず手に入る。いいじゃん。まああとガロの面白さをちょっと私がこの見せ場を作ってお伝えできればなと思います。
こいつ。あ、でも緑に光ってたわ。え、おはようございます。これがガロホ流です。できてない、恥ずかしいんだけどな。ちょっと待って、当たってほしいね。ガロ、あ、白、あ、白、取りたい。黄金騎士 33% ぐらい。待って、なんか今のところちょっと、いけいけいけ、開け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 、3分の1今、そう、あ、昨日と合わせてこれ4回目のガロホ流だから、あ、そう、まだ3分の1です。ちょっと待って、 PFOG 行かないと結構危なくない？いけいけ、大丈夫かな。赤になって、青だよね。え、逆にいいんじゃないか。おう、ここ、あー、でも歌詞ついてる。よー、運命の歌の命ずるママに、私月夜に輝く下手くそなんですよ。孤独のチェムシーよ。あ、7点しろー、あー、気高く吠えろ。おー、ガロ喧嘩ボタンが欲しい。うわー、何もいけー、やっしゃー、これです、愛です。こっからだけどね。よかったー、マジで。あ、無限ガロ、いやー、よかった、入れたいな、ここ欲しいけど、お願いします、愛があればいける。止まってたい、ここで入れるよ、よいしょー。これです、愛です、これなんですよ、愛とはこういうことなんです。わかりましたか。昨日からやばいんですよ。じゃあ、はい、今日一発目の魔界チャンスはまず初代バトルからいきたいと思います。じゃあ行きましょう。6、大好き魔界ゲートでいきます。ダンタリアン、ダンタリアン、ヘロップさん、まあでも8割以上あるんで、よし、えい、神、なんかさっきノリノリになって歌歌っちゃった、恥ずかしい。6、はい、魔界ゲートでいきます。決まる、よっしー、今ね、来る気がしたんですよ。じゃあ魔人ゲート、騎馬バトルでいきますか。おっ、神、やばい、パッパラパ、いやー楽しい、本当に楽しい。じゃあ魔人ゲートでいきます。
初めての騎馬王がとの戦い。これが、75% ぐらいあるやつなんで、よっぽど大丈夫じゃないですかね。いけー、よっしゃー、ほらータイガー、スナックの攻撃なのかな。頑張れ、よっしゃー、大丈夫。星3個、私だったらもう全然騎馬王がなって、頑張れ頑張れ頑張れ、しゃ頑張った私。あと2回ぐらいで前回の記録越せるのかな。ホラーバトルでいきますか。ハッピーレイ、星さん頑張れガロー、頑張れガロー、ガロー、私よし、オッケー。いやー、魔界ゲートで行こう。騎馬王がか、ここで待って、だってこれ超えたらさ、記録更新なんですよ。なん、いや、しかも一番やばいやつだ、強攻撃ですね。ここ超えたい、泣いた。いや、本当に頑張ってほしい、頑張れ、いけー。あー、だよね。いや、かわいそう、頑張れ、マジで本当にお願い、頼む頼む頼む、ここキーマだけは本当に頑張って、もう昨日と一緒だし、復活。あー、昨日と全く一緒の結果。いやー、でも朝一番最初の大当たりで17,220発の本当にありがたいし、本当に大きい。いやー、よかった。え、玉光がカードに抜かれた。マジっすか。22,000って書いてある。うわ、すごくそすぐに追い抜いてやる。ガロ保留、これでガロ保留来るの5回目かな。絆緑フラッシュ、絆ゾーン、お前たちを見守っている。もう一回行って行って行って、おっし、 TFOG、 いったでしょこれ。緑タイトルか。いや、でももうこれよっぽどガロ保留のね、力を見せてほしい。今のところ5分の2、あ、じゃあ4分の2。
やばくない？やば。ラッシュ入るかな。あ、デフォルト。愛、ここは愛、愛です、愛。止まってください、止まって、ここで。よいしょ。あー、通常か。前回と合わせて初めての通常。弾が不足。先ほどの、はい、あのカドニーの方の結果が出まして、はい、やばやばダブルスコア。そっか、私もこんなもんじゃねえんだぞとその人に見せつけたい。ああ、また来たガロホリュー。手応えがある。継続。ガローの待望か。赤、よしで、絆のスペシャルの、しかもスザクだ。もう一回、あれガローが VS スザク。あ、でもうちこれ前回の時全く同じ流れで外してるんだよな。赤タイトル強いよこれ。最後にガロケン出てきたらほぼほぼいける。でも今のところもう完全に完璧な流れです。私はガロ、私はガロ。当たれ、よし、いけ、当たれ、いけ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 。ガロホリュー来る率やばくないですか。え、しかもよかった当たって。え、ここでラッシュ入れたい。あ、デフォルト、いや愛があれば入るから。入れたい入れたい入れたい。え、入れちゃおう。よかった。さあ、カドニの人に負けないぞ。いやー、海岸ボーナスでいきます。はい、ではいきます。よし、よいしょ。私はガロ、あなたもガロ。ほらね、ゼロ。よしよし、素晴らしい。よし、私はガロ。さあ、緊張する。赤だから、いや、継続濃厚。7、よし。うわー、めっちゃ意識するわー。17,220発。次超えたらいけるんかな。
ここ大事、めちゃくちゃ。ミリコーカー、あ、しまった、った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 、頼む、マジで本当に、油断しちゃダメですよ、ね、はい、欲は言わない、2万発を超えさせてください、これ超えればね、これここ、ここ超えたらいけるから、赤、よし、あー、なんでよ、え、マジか、あ、止まれ、止まんない1万8690発ということで、新しいポポが新しい漁港になりました。もうちょっと欲しかったけどね、欲を言うなら2万発は超えたかったんですけど、そのまま漁王の座を死守したいと思います。うちラッシュ王だよあ、すごいカラフルだね、保留が。なんかもうちょっとね、赤と緑みたいな。なんかね、もうこれ当たりそう、そろそろ、そんな気がする。私、あの、占ってあげようか。いくよ。ドゥルルルルルルポン。中吉。傘を持ち歩きましょう。ギバオーガがさ、いきなり目の前に現れたらどうする？諦めるかな？どうしよう。キバオーガってもともと人間？話し合う。なんかさ、さんからもらったさ、お菓子さ、食べたの。うまかった。え？昨日くれたじゃん。はい、うち誰からもらったの、あれやばくない、めっちゃめっちゃ失礼なやつ。え、待って、これだよ。え、激アツ、ハゲだ、ハゲだ、あれマジで誰からもらったんだっけ。あ、打天使、天運、よし、待て、漢字もダメだし、もらったもの誰からもらったか覚えてないし、これね、演出がすごいかっこいい。炎だから行くね、もう一回行って。あれ行かないの？いやでも萩の月の力で。あ、緑か。思い出した、萩の月くれた人の、ボタン、よし、当たった、萩の月、
デフォルト。萩の突きパワーで入れたいと思います。いけー私は強い。愛です、愛なんです。舐められた。復活。あー、なんかちょっと悔しいな。3525発。なんとですね、持ち玉が3万発を超えました。なのでよしとしましょう。次回予告じゃないか。あ、次回予告、こう、え、待って、写真撮りたい。ちょっと待って、ちょっと待って。間に合う。時間になりましたので、これで実践終了いたしたいと思います。いや、本当に楽しい実践でした。ありがとうございました。本日の店内状況を見ていきたいと思います。まずはパチンココーナー。ガロ月光の旅人が10台中5台プラスで、ね、今はちょっと人が入れ替わっちゃったんですけれども、朝からさっきまでずっと満台で盛り上がっておりました。でその隣にゲンさんがあるんですけれども、ゲンさんもガノに負けないぐらいの温度感でとても良かったです。続いてスロットコーナーの店内状況を見ていきたいと思います。まずは番長3のコーナーなんですが、見てください、こちらのお客さん、朝から ART がずっと続いていて、絶頂も5回入って5で間違いないとおっしゃっておりました。続いてバラエティーコーナーのモンスターハンターワールドから、ちゃちゃまるビンゴの真ん中のラインに456が出現したとの報告をいただきました。続いてジャグラーコーナーになります。手前の方を見ていただいたら分かるように、右肩上がりのグラフが至るところにあって、で朝から粘られている方も多く、活気のあるコーナーだったと思います。実践終了。お疲れ様でした。有言実行の新曲をポポです。前回の一撃で生数を超えて18,690発を獲得することができました。打っていただいも甘デジのようなやる気で、ここ最近の負け分をこの2回の実践で取り返すことができました。ありがとうございました。今回で私の会話終了となります。次はどの編集部員が出るのか分かりませんが、簡単に抜かれるのか、はたまたずっと守っていけるのか、見守っていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。